こんばんは、 DD 猫ちゃんです。ねりん、今夜も DD キティ TV の時間でした。参りましたね、参りましたね。まあ上手になってるのかどうかもわからないですしね、まあ上達はしてるのかな。こんばれれれれれ、何秒は指が早く動いてるのでしょうか。いやもうリズム戻れないですよね。結局1個2個詰まるもんですから、なんかバランバランになってしまいますね、音楽が。弾けないところに合わせるので、他のスピードもゆっくりしないといけないと、なんかリズムも取れないと難しいな。なのでね、最初はメトロノームをねかけながらスピードを合わせてやってたんですけれども、結局できないとこの指が落ち着かないとこのスピードに合わせないといけないんですから、合わないんですよね。なんか弾いてる感じがしないっていうんでしょうかね。棒の方もね、結局いい音がね出ない。ちょっともなんか角度がコロンとするだけで音が変わっちゃうっていうか、異常音になりますよね。異音っていうんですかね。難しいな。こっちも押すところがコンマ何ミリずれるだけでも音が変わってしまいますし、この角度も大事、この角度も大事、この角度も大事で、この手の力も大事で、小指のこの力を入れる入れないも大事で、バイオリンのこの角度も大事、この角度も大事、脇も大事で、こちら側の脇も大事。もう何個、一つの音をね出すのに何個関門をくぐらないといけないのかっていうことですよね。これはすごいな。適当ではできないんだろうな。なんとなく感覚で弾けるようになるもんなのか。厳しい戦いになりますね。もう音楽のセンスがある人はね、多分ひょいひょい音を出してるんでしょうね。ここら辺はやっぱりセンスが重要になってくるのかな。そうやって考えると、やっぱセンスがない DD はただ黙々ともうやるしかないっていうことでしょうね。日々もうずっとね、 DD もできないながらもちょろ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 やってますけれども、明るい兆しが見えたと思えばまた光が消えるというような状況ですよね。今となってはもう光すら見えない状況で、この前はね、あの愚痴をダラダラお話を皆さんに聞いてもらったような感じになっちゃいましたけれども、まあでもやるしかないでしょうね。いつか弾けるようになるんじゃないかなと思うんです。そしたらですね、過去にねちょっとね振り返ったんです。そうするとちょっとやっぱ弾けるようになってたんですよね。ちょっともうちょっとずつでも前進していきます。頑張ります。ぜひバイオリンの方も応援よろしくお願いします。今夜はこんなところにしておきましょうか。いつものようにチャンネル登録とグッドボタンの歯磨き忘れないでください。 EM 見てください。おやすみ。頑張ります。